今年の嵯峨野映像祭でろうの両親から生まれた聞こえる子どもコーダをテーマにした作品で最優秀賞を取った松谷拓也さん。松谷拓也さんの作品コーダ、コーダとは聞こえない両親のもとに生まれた聞こえる子どものことです。聞こえる子どもに手話か口話かの教育方針で食い違う夫婦の葛藤を描いたドラマです。松谷さんは奈良県北葛城郡に住んでいます。奥さんと長男の3人家族です。実は彼にはもう一つの顔があります。本のある部屋へどうぞ。彼の漫画の蔵書はなんと1万冊。まだこの上にもあります。それはロフトにもありました。ここには私が小さい頃から買いためた漫画があります。今思えばちょっと買いすぎたかな。ここにはレアな本、例えば昭和初期の野良黒とか手塚治虫の初期の漫画など貴重な本を置いています。しかし彼は単なる漫画のコレクターというわけではありません。私が高校生の時に書いた漫画を製本したものです。これは200ページあります。松谷さんが小学生の時に書いた漫画にカラーコピーでカバーを作り製本したものです。小さい頃はテレビに出てくる警察官とかがかっこよくて警察官になりたいと思っていました。でも小学1年生の頃、父と買い物に行った時に漫画の本を買ってもらいました。それはドラえもんの漫画でした。読んでみるとドラえもんは夢を与えてくれるしギャグもあって面白い。すっかりハマってしまいました。読むだけでは飽き足らず自分も書いてみたいという気持ちになり小1から漫画を描き始めました。はじめはとにかくドラえもんを真似して描いていました。今思えばそれが描く練習になったと思います。松谷さんは1975年生まれ。生まれつき耳が聞こえず、幼稚部は奈良県立ろう学校に、小学校と中学校は地域の学校に通いました。小学5年生の時に
同級生の石田くん。彼は聞こえる友達ですが、とても仲が良くて、彼をモデルにした漫画を描き始めました。私の初めてのオリジナル漫画です。タイトルは頑張れ石田くんです。これですね。同級生をモデルにした作品、頑張れ石田くん。ギャグ漫画として描いたので、同級生もみんな読んで笑って面白いと言ってくれたので嬉しかったですね。私の初めてのオリジナル漫画ですが、今もずっと描き続けています。松谷さんにとって漫画を描くことはそれ以上の意味があったようです。私は実は幼稚部は老学校に入りましたが、小学校と中学校は地域の学校に行きました。聞こえる同級生の中で聞こえないのは私一人。コミュニケーションは筆談ですが、みんなは書くのは面倒なので、私がいろいろ書いて聞いても答えはとても簡単な文章で終わりでした。好きな漫画を書いて、書くことも楽しかったし、またそれをみんなに面白いと言ってもらえることが嬉しかったし、そう言われてまた書く力を得てどんどん書きました。松谷さんが好きだった女の子もモデルとして登場します。中学3年生の時に毎日中学生新聞に応募し、頑張れ石田くんは4コマ漫画として3年間掲載されました。